会長と鈴木くんでねラジオ、え、うん、下レイディオ、下レイディオ我々でジャックして、我々か、我々か、楽しい会になりそうですね、楽しくなりそうですよ、見たいね。確かに古川さんの声はちょっと色っぽいんですよね。で、鈴木くんの声はなんか、うん、はい行きましょうちょっとなんかトーンが違う、うん、じゃあもう一個読むよあのそれについてあるんだ。おう、ペンネームネオケンジさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。正直に思うんです、古賀さん小原さんがいるからリスナーのみんなもおかしくなってしまったのだと。ならばいっそのこと一回くらいお二人には脇にいていただいて、今回のゲストである古川さん、鈴木さん、花森さんにラジオを任せるというのはどうでしょう。少しは正されると思います、多分ほうという。なるほど、なるほど、なるほど。どうして冒頭で渡さなかったMC が逆転、我々か、うんうん、どうする、もっとひどい状態になって帰ってきたらすごい、どうしよう、どうする、どうする、青ちゃん、まあ、それはそれでいいんじゃないですか。いいのかなそんなに投げやりでいいのまだひどい、一番ひどくなったところで正していくと一番いい方向に行くと思うんですよ。一回なんか地の底までなんかなるほど、ね、やってみたらいいんじゃないかと我々に任せたら地の底まで行くそりゃそうですよ、だって志望レディオですもん、それは。でもね、多分ね、あのね、いろんな方がいるけど、私個人的に思うのはもうこれね、現状で地の底に行ってるんじゃないかなと思うんですよね。いや、そんなことないよ。この状態でお二人にバトンタッチした、お二人にご迷惑をかけるのかなって思っていたんですよ。そしたら下レディオをやろうって盛り上がりだしちゃったから、うん、ちょっと心配ですよ。午前0時配信なんじゃない、午後じゃなくて、わりかしね、あのみんなの耳も割とのシャッターが開いてるだろうと。そうですね、そこにあのいい感じにちょこ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 いい感じのことをつぶやいてね、最後うんちって言って終わるみたいなそこだけすごいなんか、そっちか、若年層すぎませんそっちか対象があれ、ダミーヘッドマイク使っておおいや、でもちょっと鈴木くんの発声だと鼓膜が破れちゃうい, やいやいやいや、そこら辺は僕だって調節できますよ一応声のあれなんですから、声優なんですから。そうでした、じゃあぜひそれを踏まえて構成作家さん検討を、そしてお二人のスケジュールをマネージャーさんお願いします、うんうん、